るぞ。いつまでも寝ていられない。ひばりのことが心配だ。あのドジっ子なら心配ないわよ。お前は。ひばりはね、ヘビ女学園に転校したから。また私を無視する気。でもひばりの話は本当のことよ。あんたを怪我させたことによっぽど責任を感じてたんでしょうね。超秘伝認定書を持って私たちの学校に乗り込んできたの。うん。あんたの敵討ちのつもりだったんだろうけど、あの子じゃ超秘伝認定書は使いこなせなくて。それでどうしたんだ。私の言うことなんて無視するんじゃなかったの。答えろ。それでひばりはどうした。だから言ったでしょ、ヘビ女に転校したって。ふざけるな。どうして敵討ちから転校になるんだ。聞きたい。ああ、聞かせてもらう。力ずくでな。嬉しい。ようやく私の方を向いてくれたね。野球前しの。いざ尋常に参り散る。ぬるい。遊びはここまでだ。忍び転身。消え去れ。この程度、どうさめないかな。さあ、ひばりについて知っていることを全部話せ。またひばり？戦いが終わったら、もう私のことは無視。いた。
私を無視する奴は絶対に許さないって言っただろ。無視しているわけじゃない。俺はヒバリのことが知りたいだけだ。うるさいうるさいうるさい。あんた無視される人間の気持ちが分かった。お前の気持ちなら知らん。俺の質問に答えろ。そうなの。分かった分かったわよ。あんたの裏切られる人間の気持ちを味わえばいいのよ。そうすれば私のことも少しは理解できるはず。何を言っている。超秘伝忍法書を私たちに奪われたよ。ヒバリはもう半蔵学院には戻れないと思ったの。でも忍びになることは諦めきれない。それがあの子の夢だから。だったら残された道は手びじょに転校するだけ。ヒバリは自分の夢のためにあんたたちを捨てたってわけ。そんなバカなことが。あらショックなの。でもそれが事実。あんたはヒバリにご出身だったけど、あの子の方はそうでもなかったってこと。残念ね。デタラメを言うな。信じられないんだったら蛇所に来ればいい。うちの生徒になったヒバリを見ることができるから。あら、でもあんたには蛇所の場所がわからないか。それじゃ無理ね。あんな奴の言葉、俺は信じないぞ。決めた。おかえりなさい。おかえり。おかえり。どれにするんだ。すごいね。さあ、北の広場を案内するわ。なに？ぼーっとしてどうしたの？いや、その、ヒバリのこと、お人形にしたいとか言わなくなったから。当たり前じゃない。蛇女の仲間をお人形にしてどうするのよ。同化する訓練をするところなの。始めてからかれこれ30時間くらいになるかしら。そんなにやるの。そんなにって半分も経ってないわよ。次は南門よ。それじゃ敵に気づかれる。そこまでしなくても。失敗の許される学生のうちに体で覚えないと。その方が本人のためになるんだから。ありがとうございます。さあ、最後に天守閣を案内するわね。どうしたの？
早く行くわよ。ヨミと日陰、もやしはある意味芸術だと思いますの。あんたも好きやな。ええ、もちろんですわ。まずあの食感、表面はツヤツヤと輝き、噛むとシャキッとキュートな音、それに不思議、咀嚼しているだけでとてもお腹が満足してきますの。それ錯覚や。満腹中枢が刺激されてお腹いっぱいの気分になってるだけや。まあそういう言い方もできますわね。ほらひばり、外を見てごらん。すごい。下の方も見てごらん。殺すからね。無視なんかしません。無視をしないのなら普通に付き合ってあげるわ。中流階級ってとこ？毒にも薬にもならないですわね。ええ、やん、そんなことよくないですか。ひばりです、よろしくお願いします。よろしゅう。もやし美味しいですよね。もやし好きですね。はい。でしたら最近のもやしの高騰についてはどういう意見をお持ちで。私は助かった、もやしの話に付き合ってくれるやつが来てくれて。ひばり、取ってきてくれる？は？そういうのは後輩の仕事でしょ。あ、行ってこら。取るなら、さっさと取れば？ほら、迷ってないで超秘伝忍法師を取ったら。ひばりを試したの？まあね、超秘伝忍法師に手を出したら私のお人形にするだけ。手を出さなければ。手を出さなければ本当に仲間になれるかもね。
お願い、見逃して。ヒバリは戦いたくないの。どうして？だってヒバリ見ちゃったから。ヘビショも半蔵もそこにいる生徒たちは何にも違いはないって。一生懸命に忍びになろうとしている高校生なんだって。私が聞いているのは超秘伝忍法書を取り返すのかってことなんだけど。はるかさん、分かって。ここはね、ヘビ女よ。分かってほしければヘビ女のルールに従いなさい。ヘビ女のルール？そう、勝者は絶対である。だから分かってほしければ私を倒せばいい。さあひばり、行くわよ。尋常に参りきれ。この子を今のは私の気持ち。どうして自分で戦わないの？はるかさんが自分で戦えばひばりより強いはずなのに。さあ、どうしてかしら。そうね、あえて言うなら友達が欲しかったから。え？人形じゃなくて友達が欲しかったから。もちろん穂村たちは仲間よ。でもそれは忍びを目指す仲間で同志って感じなの。私はひばりみたいな子と普通の友達みたいに付き合いたかったのよ。はるかさんなんてねって言ったら信じる？冗談よ冗談。なんかしらけちゃったな。今回のことは見なかったことにしてあげる。早く修行に行ってらっしゃい。え？私に勝てない以上超秘伝忍法書を取り返すのは無理。ここはおとなしく引いておきなさい。はるかさん、決めました。どれにしようかな。おーおー
心理。ごめんなさい。はるかはどうした？ひばりより先に外に出ましたけど。そうか。では先に修行を始めよう。まず多人数相手の実践を行う。不利な状況の切り抜け方を体に覚え込ませるんだ。ひばり、お前からやってみろ。はい。ひばりたちと同じなんだ。
はどこにいる？ヒバリを一人で行かせた。それは、どいてくれ。そんな体でどうするのですか？むやみに探してもヒバリは見つからないぜ。ヒバリちゃんを探すならみんなで探そうよ。だって仲間じゃない。仲間だったらどうしてヒバリを一人にした？仲間なんて必要ない。俺は一人でやる。お前たちは邪魔だ。絶対についてくるな。野牛ちゃん、ここで何をしている？やるしかないか。邪魔って言われたけどついてきちゃった。
応急処置ですけど、これで血は止まります。いやー、間に合ってよかったぜ。みんな、どうして。どうしてって、仲間だからだよ。それで、柳生ちゃん、現状を教えて。ひばりちゃんは超秘伝忍法書は。ひばりを頼む。仲間になら任せられる。ここが蛇城。半蔵とは違った木に満ちている。どこも見張りの数がすごい。私たちとは忍び学校の規模が違う。ひばりちゃんの居場所は柳生ちゃんから大体聞いてるけど、戦闘なしで侵入するのはさすがに無理みたいね。でも今なら穂村ちゃんたちもいない。よし、行くしかない。仲間を返してもらいに来ました。皆さん、道を開けてください。開始。行きますよ。
行きます。
まってるじゃない。ひばりちゃんを助けに来たんだよ。私を助けに？あんなひどい失敗をしたのに？失敗なんて関係ない。仲間を助けるのは当然だよ。仲間？超秘伝忍法書のことなら私たちは何とかする。だから元気出して。どうしたの？何か気になることがあるの？なんでもない、なんでもないから。それじゃあ行こう。みんなと合流してここから脱出しよう。